リトルマスターズ愛。夏目恭介役緑川光です。夏目凛役富安智恵です。ナオミクドリフカ役の岡林直美です。リトルバスターズ R は10月6日からテレビアニメがスタートするリトルバスターズのラジオ番組です。さてさて、リトルバスターズ、はい、ゲームが発売されたのが2007年、はい、そんでもって、それに関するラジオが2008年から3年半ほど配信していましたが、ついに、はい、念願のアニメ化です。やったー、お待たせしました。本当ね、ファンの人には、長いことお待たせして申し訳ないなという、もしかしたらないんじゃないかとまできっとね思ったことでしょう。はい、満を持して始まりますよ、うん、ずっと応援いただいてようやくアニメ化します。そしてそのアニメ化に際して、うん、私たち3人がラジオのパーソナリティに任命いたされました。これね、ともえちゃんが夏目凛で、私が夏目恭介、はい、まあこれ兄弟ですね、はい、まあ、 あのメインポジションでその2人、はい、それでこれ若林さんは、はい、ノーミクドレフカ、そんなにこう前半から出番が多いわけじゃないのにここにラインナップされてるっていうことは、はい、もしかして一番人気のキャラクターをやられてるとかじゃないですか。いやもうそんなそんな、そうなんですよ、なんかホームページもですね、そうなんですよ、否定しないで、そうなんです、ホームページにもですね、ちっちゃく4人目で載ってたりとかして、うん、でもあのアニメではそのあんまり最初から出てあないんですけれどもまあ、でももう見てる人もいるし、そうです、これはやっぱりあの、はい、僕とお前ちゃんはあの、はい、若林さんを祭り上げた方が、そんなことしなくていいです。的にはいえ、あの若林様ちょっとやめて、ちょっとやめて、ね、あのどういうスタンスで言ったら分かんないので、例えば、はい、あの乱暴な口調とかすると、おい一番人気の若林直美さんに何すんだよみたいな、そんなこと言われない、大丈夫ですか、ね、こうどうこの難しいなっていう、いあれですよ、あのね、リトルバスターズというのはですね、はい、直江力という人をですね、恭介、うん、がですね手を差し伸べてで凛と一緒になってわーっていくのがメインじゃないですか。はい、その話の中の一番人気がなんと工藤です。いやなんと思いや、あ本当にね、そうなってくれたら嬉しいなみたいな感じで。ちなみに名前はなんて呼んだ、はい、そうだよ、ね、様付けで呼ばなくてよろしいですか。様付けとかマジやめてください。わかりました、あの若ちゃんとか、うん、なおちゃんとかそういう感じで。緑川さんどっちがお好きです？若ちゃん、なおちゃん、いやどっちも好きじゃない。ちょっと待って、緑川さん、いやいや、なんて言うんだろうな、あのもう僕結構お年なので、多分そういうのはね忘れちゃう。ちょっとどういう人の名前ぐらいすぐ覚えてくださいよ。いや、まあ、人の名前もね結構濃く付き合ってないと分かんなくなっちゃうお年頃なんですよ。待ってください、毎週ぐらいの勢いで会うじゃないですか。うん、でもその人の一番の特徴で僕多分覚える習性があるので、なんだろう、多分若林さんは、はいはい、きっと俺的にこう言ったらスムーズかなっていうのは、はい、ゲーマーちょっと待ってくださいよ。結構あれですよね、よくコラムみたいなのもやってるじゃないですか。あ、はい、いや、じゃあ僕もまあ多少ゲームをたしなむんで、はい、あの一応意識はあれでもなんでしょうね、うん、それってゲーマーってある意味なんか総称みたいなもんじゃないですか。じゃあゲームにします。なんで私を勝手にそういうなんか大きなもののくくろうとするんですか。そんなに大きな存在じゃないですよ。でもゲーマーなんかこのよくそういう呼び方するじゃないですか。でともちゃんはそんな流れでつけるんだとしたらバスト、はいはい、なんで、いやあのおっぱいがすごい好きなんですよ。そうみたいですね。バストあるみたいじゃないですか。バストはそんなにないですよ。じゃあバスト博士、バスト博士、いいの、じゃあゲーマーで、あん、うーん、あでも僕おいおいね、希望屋なんで、ね、あの変わる可能性は十分あるんですけれども、できればすぐ変えていただきたい。すぐ変わる可能性もあると思います。あもうオープニング終わったらすぐ変えていただきたい。分かんないですけどね。まあじゃあこの何分間かはゲーマーと呼ばれておきますわ、はい、よろしく、ゲーマー、ゲーマー、ありがとう緑川さん、はい、名前つけなくていいの緑川さんに。緑川さん以外なんでつければいいの。なんだろうな。緑川さんはなんて呼ばれたいんですか。いや何でもいいよ、イメージで。あ本当に、うん、考えておきますね。振っといてない。いやあの言いたいことはいろいろあるが、うん、まだまだ始まったばかりじゃ。そうですね、まあ、はい、おいおい、まあ、いろいろおいおいってことで、はい、まあ、今回は初回、初回なのでね、はい、実は明日から
ですよね、はい、アニメはね。なので、まあ、その辺のアニメの話とか、はい、まあ、このラジオでいろいろ新しいコーナーもやると思うので、そのコーナーの紹介などいろいろしていきたいと思います、はい、それでは参りましょう。リトルバスターズ R ミッションスタート。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。リトルバスターズ R。 はい、早速アニメの話をしていきましょうか。あー、していこうぜ。ヤスミン、ワカちゃん、ワカちゃん、私これからね、タミヤスさんのことをヤスミンと呼ぶことにするね。わかった。じゃあ俺は若林さんのことを若大将と呼ぶよ。お、いいよ。いいよ。いいよ、ゲーマーに若大将ね。どんとこいだ。強そうだよ。はいはい、うい、わかちゃん。はいよ。皆さんに説明してあげてください。リトルバスターズはどんな物語ですか？ほう、すごい振りだな。ほう。いや、初めて聞く人もいると思うんですよ。うん、意外にも。ほう。あ、意外と、ゲーマーは詳しいの？内容。おう、詳しいぞ。詳しい。なんでだ、若大将って言われてることと、ゲーマーと言われてることで、どうしてこんなに上から目線になってしまうんだろう。なんだろう。あのね、あのだ、ナオエリキという主人公がいるわけですね。いますね。はい。そのですね、彼がですね、すごい優しい、いい人なんです。すごい、はい、うん、素敵な方なんですけれども、この人が夏目恭介さんと、リンさんと、マサトさんと、ケンゴさんと、こう幼馴染だったんですね、そしたら、こう恭介が帰ってきたぞって感じになって、で、みんなで楽しい日常わーいって送ってるところに、なんかこう私演じるクドリャフカが入ったりですね、いろんな人がこうわやわやわや入ってきて、キャラの年はですね、キャラの年？キャラの年は多分高校生？高校生なんだよ。高校生ですよ。知ってますよ。皆さん高校生ですよ。なるほど。ね。はい。ちょっと待って。いい返事。なんでいい返事ですか。かわいい。いや、高校生って言われたからまあちょっと。京介そんな役じゃないじゃないですか。京介帰ってきたぞ。はいって可愛く帰ってくるんですか。何ですか。俺そんな1話見たことないですけど、大丈夫だ。まああと数時間後に見るわけですよね。そうだね。楽しみだ。楽しみだね。まあそんなストーリーなわけですわ。そんなストーリーですね。そうです、そうです。分かった。なるほど、分からん。率直に、はい、アニメになった感想なんかも中の人から聞いてみたいなーなんて。おーね、ヤスミンどうよ。ヤスミンはね、アニメになったらみんなが動いている、もちろん動いてるんですけど、それぞれキャラクターらしい動きをやっぱりしているので、ほう、ゲームの時のイメージだとやっぱり止まってる絵なんだけど、動き方が例えばマサトだったらすごい手足も大きく振り乱すみたいな動き方してるし、振り乱すなんかドーンって動いてるし、クドだったらちっちゃくなんかちょこちょこしてたり子犬ちゃんみたいだし、はあはあ、あとなんかね、リンとかだったら俊敏だったりとか、はあ、毎回毎回京介の登場シーンが印象的だったりとか、バーンって出てくる、すっといるよ、すっといたりドンっていたりするよね、バーンっているなとか、そういうなんかアニメならではの動きをねしてるのがすごく嬉しかった。そうか、この人たちってこういう子たちなんだよなと思って。へえ、緑川さん、緑川さんは？そうだね、やっぱり一番違うのは、みんなでやってるってことだよね。本当だ。そうですよ、そうですよ。だからぶっちゃけ今聞いてくれてるみんなが知ってるリトルバスターズとはまたちょっと違うものになるかもしれない。でも、いいものにしていきたいよね、だってやっぱり仕事でやってた時は一人一人、まあリアルな会話だって一人一人一人でずっと話してるわけでもないじゃない。そうです、それがやっぱり A さんが喋ったからそれを受けての B さんのセリフになったりするわけで、一個一個のセリフが多分生きてくるし、そうするとまたいろいろね、ディレクションなりなんなり変わってくるから、例えばもう固定観念でもうこのキャラクターのセリフはこれじゃなきゃ嫌だっていう人もいると思うの。俺もその気持ちはわかる、オタクだから。だけどそれに縛られちゃうとさ、やっぱりつまんないものになっちゃうから、目指すはやっぱりゲームよりもいいものを作りたいっていうところでやっていきたいなって、あんまり縛られずに高みを目指したいなっていうのはひしひし毎回思いますね。
おお、いいこと言った。来週からの俺の仕事もう終わりでいいから。ちょっとですか、やめてください。大丈夫です、行ってください。あのですね、私の感想がまだなんで感じなんですけど、はい、これで緑川さんが帰られると私悲しくなっちゃうんで。あ、そうですか。じゃあ、ぜひあの締めていただく。締める、ハードル上げてきたよこの人。いや、ただでさえね、今の緑川さんのこう会話で、うん、わ、来週からの収録俺どうしようっていう感じ。もう手汗びっしょり書いてきて、もうどうしようって感じなんですけど、はい、あのですね、さらにいいコメントをちょうだいって。おい、もうやめてくださいよ。あのですね、私はですね、やはりですね、みんなで撮ったら、両手を顎の下に当てて、みんなこっちを注目しないように、あの原稿を注目してください。あー、世界来た。ですね、私はですね、実際に動いてるですね、皆さんがですね、なんでみんなと目を合わせないように。なんで怖いんだもん。見て見て、ですね、皆さんがですね、動いている絵を見ながらおかしい顔しないでください。それ全然ラジオで伝わらないですからね。分かってますか。何がですか。変な顔したのに。リラックスするかなと思って。もう何言いたいんだかさっぱり分かんなかった。多分こんなことさ、イベントでやったこともないよ。あー、この写真はアップロードしたい。まあですね、こんな感じでですね、本番の時は緑川さんはですね、すっとマイクに現れてすっと弾いていくんですよ、うん、まさに京介。そう、まさに京介な感じで、カンナさんはですね、周りをこうなんていうかね、巻き込みながら楽しい空気を出しながらマイクの前に向かっていくっていうのを見て、なんか、キャラクターもそうだけど、今ここで作っているその役者さんとして のマイク前に入るまでのその動きをすごい見てて、めっちゃ勉強になるなと思ってたんで、私もなるべく苦度でいようと思って、結構わた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 してたら、してた、すごいカンナさんにうるさいなみたいな落ち着けよお前とか言われちゃって、 ありがとうございますとか言いながら、最初の時すごい若ちゃん可愛くてわたわたってしてて、カンナさんが落ち着けよ、落ち着けませんそうなの、そうなの。だからすごいなんかこう、なんていうのかな、収録自体もすごいリアルな感じでやってて、だからマイク前のお芝居もなるべく自然にそういう風になれるように頑張っていってるので、きっと緑川さんの言ういいものができると思います。今ガッツポーズした。いいこと言ったみたいな。うん、いい仕事しまった、はい。というわけでですね、はい、アニメの感想もたくさん送ってくださいね。締めに。リトルマスターズ R。ここからはリトバス R のコーナーを紹介していきたいと思います。まずはこちら。バトルスタート。おお、はあ。こちらのコーナーはですね、ジャッジ1人とバトルする2人を決めてトークバトルをします。うん。バトルする2人は送られてきたワードを引いてそのお題でトーク。うん。ワードはバナナや白猫などアニメに関係するようなものから、緑川さん、あ、アニメに関係してるなこれ。ゲーマー大丈夫。ゲームばっかりやってるから。栃木とか、うん、おっぱいとかそういうゲームにあんま関係ないものもですね、送ってきてもらって OK でございます、うん、判定はジャッジの独断でして、うん、負けた一人だけが皆さんから送られてきた称号を引きます、うんうん、はい、なのでトークバトルで使うワードを聞いている皆さんに送ってきていただきたいと思います、うん、はい、どんなワードでも OK です、うん、そのワードに関する詳しいエピソードはなくても大丈夫です、うん、はい、トークバトルで負けた人につけられる残念な称号も送ってきてください。残念じゃなくてもいいんだよ、うん、別に残念じゃなくてもいい、今私が勝手に残念つけた、うん、はい、誰宛てかは指定しないで、うん、3人の誰になってもいいような残念なものを送ってきてください残念固定なんだ。だってね、負けたのにいい称号ついちゃったらね、ずるいじゃんか、うん、なるほどね。そう、じゃあ残念目で、はい、残念目な感じでね、できればね、うん、はい、詳しくはアニメの1話を見ればわかりますので、アニメをチェック。はい、続いてはこちらのコーナーです。チーム名はリトルバスターズだ。京介の提案で野球チーム作りを目指すことになるのがアニメのリトルバスターズなんですが、うん、リトルバスターズのメンバーが野球以外をやるんだったら
ならどんなことがあるのか野球以外の提案をしてもらうコーナーです。何でもできる、やれますよ。まあ、メンバーが何人必要かとかもね、はあ、あると思うの。例えばリトルバスターズで AKB48 やろうと思ったらだいぶ足りないでしょ。足りないね。そう、だからまあ何人必要かとか、はいはい、あと誰がね何をするのに向いてるとか、 あとまあスポーツ文化系に限らずいろいろと募集したいなと思っています。ご提案ください。へえ。多分うちらがあんま知らないようなマイナーなところで攻めた方が採用されやすいだろうね。あきっとへーとかほーとか言うもんね。そうですよね。確かに。あ、そうなんだみたいな。それでもいいんだみたいな。あ、でも嘘は送ってこないでください。あ知らないと思って。引っ越し業者とかでもいいってことだよね。誰が何向き。マサトが家具を運ぶ。そうだよね。京介は何だろう、運転手かな。京介運転手。あ、でもなんか最後の免許持ってない。最後のなんか見積もりチェック入れる人とかなんかそういう感じがするかも。なるほどね。いいは何だろう、ペット預かって ペット預かって運ぶ役。うん、で工藤は荷造り梱包。意外にね、梱包されちゃうよ。残念目だな。ね、どんなことやってもらったらいいですかね。でも本当にいろいろやることあると思うので、うん、送ってきてください。こちらもアニメ第1話を見ればリトルバスターズどんなメンバーがいるのか分かりますのでよろしくお願いします。はいはい、ではどんどんいきますよ。続いては奥深い名言が生まれた。はあ、これは名言っぽいという言葉だけを書いて送ってきてもらうコーナーです。リン特度で読みますよ。あ、なるほど、はい、読みます。はい、第1話を見ればですね、うん、もう第1話にもいろんなもろもろと出てます。なるほど、そうそう、詳しいことはそちらを見ていただければみたいな感じですよね。京介のお遊びですね。もともとはなんかこう名言っぽいものを集めてたんだけど、うん、全然関係ない言葉まで名言に認定していくみたいな、そういう遊びなので。なるほどね。何でもいいです、お母さんが言ってた言葉とか。例えば、おやつは棚にありますとか、そういうなんて何でもいい、何でもいいよ。奥深いね。奥深いね。棚にあるってね。そう、バナナおやつに入りますかでも何でもいい、何でもいいよ。夏休みの最初に窓際に置いたお弁当がどうなってるか知りたいとかね。そう、夏休みの前に置きっぱなしにしてきたの。持って帰って。私一回やったことある。言っちゃった。お母さん何も言わなかった。うん、自分でこっそりお弁当捨てたよさ。お弁当箱ごとさようならしたさ。本当に。うんうんうん。でもさっきの曲が流れると何でも名言になりそうな気がする。そうなんですよね。本当に、まあ、ね、みんなの奥不足。俺だったら今収録中だけどちょっとトイレ行っていいですか。名言っぽい、名言っぽい。別に普通だし、まあもうちょっと我慢しなさいよっていう気分ですけどね。うん。奥深いな。意味もなく感動的な感じに。きっと深い意味があるんだよ。この現場でここのタイミングでそれを言ったって。だってそれをだって普通のトーンで言ってるんだもん。別にこう紙に書いてとかじゃなくて、こそこそじゃなくて、すごい何奥深い、なんかある。あ、もうワクワクしてきた。みんなからの名言が早く来ればいいな。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、では最後のコーナーはこちら、ミッションコンプリート。皆さんのやる挑戦ミッションを送ってきてもらうんですが、コンプリートした時もメールを送ってきてください、うん、なんで今これをやってますとか、そのアニメ放映期間中に終わらせられるくらいのミッションをやってもらうといいですね。ほう、なんかこう最初に、うん、今から稲を植えますとか。あ、まあ、確実に収穫は来るものね。そうそうみたいなね、うんうんうん、10年スパンかかるものとかを送られてくると、うん、そんなにアニメ続かないと思うので。うん、なるほどね。やっていただきたいですね。俺もやろうかな。え、ですか、どういうのですか。このラジオをやってる間に、はい、どっか一回トイレで抜け出したい。別に収録止めますから普通に行ってくださいよ。我慢できなくなったんだったら、だからいいんですよ。生放送じゃないんで。そんな、ごめんなさい、そんな偉くないです。その止めてもらうなんて。ちょっと待ってよ。堂々と出ていく方が行ってやっ
ってよ、言ってやってよ。なんでそんなにトイレにこう周年周なんかすごい執着が深いんですか。なんだろうな、例えばあの年齢いくとトイレ近くなるんじゃない。いやいや、そんなに行ってないでしょ。例えば、ね、それをあのこう何も言わないで、うん、もし万が一もうすっげえ行きたくなった時に、うん、自分をすごい追い込んじゃいそうな気がするんだよね。あ、うわどうしよう、超マジ行きたいんだけどみたいな、こういう風に言っとけば、うん、あチャンスがやってまいりました私ちょっとトイレに行ってまいりますっていう、こうそれをなネタ化できるのが、なるほどな、ね、保険的な感じですね。なるほどな、なるほどな、コンプリート分かりやすいですねもうみんなが、あ今コンプリートしたなって、ずいぶん早くコンプリートしちゃったねってなりますよそれ。いや時間かかるかもしれないよ、うん、そうだね、うん、うちらが阻止すればいいんだもん ね。いやいや何って、あもしくは収録始まる前に、うん、あの緑川さんトイレ行ってきてください今のうちにそう、緑川さんがとりあえずトイレに行って帰ってくるまでうちらうーんって緑川さんが収録中に飲もうとして、ね、水を二人でそっと隠したからね、したからね、もう喉カラカラになってもべちゃべちゃになってもいいですって言ってね。ダメだ、結構ねそんな感じで難しいと思うんですけどね。難しい、ちょっとやっぱりほらうちらもなんかこうやろうと思ってると、うん、あの聞いてる人もワクワクするじゃないですか、うん、確かに確かに、なるほどね。そのバスともゲーマーもなんか固定バスとバスとはじゃあ、うん、最近、うん、バストの話になっちゃった、うん、あのバストアップ体操の新しいやつを覚えましたのでごめんちょでのでのでこれ見せられないけど、うん、アニメ終わるまでに、うん、ワンサイズアップ目指せばいいんじゃないかな。すごいすごいね。そうだよ、成長期を超えてからワンサイズアップはかなり難しいよ。それよくわかんないけど毎週報告があるってことですか。あ今日は何センチです、今日は、ね、分かりにくいと思います。今日1ミリ大きかったってもう誤差の範囲じゃないですか。じゃあ何、うん、そのサイズが上がったのはどうやって証明してくれるの。それはバストをよく見てる人があれタミヤスさんアニメ終わったら妙に大きくないってなるんじゃないかしら。あじゃあ、うん、私が測るよ。本当、うん、本当にこう今日は何センチミッションのコンプリート一緒にやろうよ、うん、やんないよ、一緒にやろうよ、やんないよ、おっぱいそんなにないでほしい。うるせえやろうよ、うるせえやろうよ、うるせえ。俺はこの小さい父にいろいろ思いを託してるんだ。託してんの私はね、うん、あの今ハマってるのが、うん、携帯の脱出ゲームなんですけど。何、はい、携帯の脱出ゲームね、うん、他に何て表現していいか分かんないんだけどアプリの脱出ゲームがあって、うんうん、これを攻略サイトを見ないでクリアする。えみんなそうしてるんじゃないの。みんな見てますよね。今脱出ゲームやってないから何とも言えない。脱出ゲームはねどうしても分かんないところが必ず2個3個やってくるんでございます。後半になればなるほどね。なのでこれをそれもし、はい、ミッションロストの場合はどうなるんですか。なんで私の時だけロストのことを考えるんですか。皆さん何コンプリートする気でいるんですか。私だってコンプリートしますよ。だからいやでもコンプリートしようと思ったから、ね、そうだよ、すぐでしょ。待ってろよ、あクリアしましたって言いますんでちゃんと。わかりました、はい、証拠は、証拠は、あじゃあ今日から始めましての見せて、うん、それなんかねやってもいないからあのしましたって言われても多分みんなもへーで、そんな胸と一緒じゃないですか。胸だってほら測るんでしょ。測る、俺も結構リスクを犯すからね。そう、だからそれをどうするの。どうしようかな。言ったはいいけどさ、言ったはいいけど確かに証明しづらいな。じゃ あの脱出ゲームの、うん、もうなんかクロートみたいになって、うん、なんかプロデュースしようよ脱出ゲームを、うん、あ緑川さんがこの部屋から脱出できないようにするあ緑川さんが取りに行けなくなったら1個解かなきゃいけない難問を毎回用意して、毎回ね脱出ゲームから私が拾ってきた難しいゲーム、うん、あの脱出なんか謎々を作っていただく、作っていく、うん、そうコンプリートできたらね、コンプリートできたら、ね、まあ何とかして証明していきますよはい、はい、あの皆さんもあれですよね、うん、自分がやったコンプリートしたら、うん、必ずメールを送ってくるようにってことですよね。そう、あのあと今から始めなくてももう始めてて、うん、あのもうすぐっていうものがあればあのコンプリートの報告とかを送ってもらっても大丈夫ですので、ぜひぜひたくさんのお便りください。はい、皆さんからのメールをお待ちしています。
あ、これから始まるラジオの内容をいろいろとご紹介いたしましたが、はい、まずは、はい、アニメの詳細情報をお知らせいたします。はい、かけがえのない青春の真っ只中、リキとリトルバスターズの物語が幕を開ける、リトルバスターズ10月6日土曜日よりアニメ放送開始です。放送局放送予定時間は初回なので全部いっちゃいましょう。東京 MX では10月の6日土曜日22時30分から、そして、TVK テレビ神奈川では10月の6日土曜日25時30分から、ちょっと遅いですね。そしてテレビ愛知は10月の6日土曜日26時20分から、 MBS は10月の6日土曜日26時28分から、そして BS11 では、10月の12日1週間遅れた金曜日の24時30分から、そして ATX では10月の7日日曜日20時からの放送になります。 ATX では何回かリピート放送なんかもあるわけですね、うん、はい、ぜひぜひチェックください。それから毎週土曜日に基本的には22時30分を皮切りにどんどん放送されていきますので、よろしくお願いいたします。すごい。そしてそして、配信日の本日、これがですね、皆さんのお耳に届いている、うん、まあ Today! Today! そうだぜ、今日にですね、10月5日20時30分から21時30分でアニメ放送直前、マジ本気で直前、リトルバスターズニコニコ生放送がございました。わー、まだ今から生放送っつってんのに収録収録バレちゃう。すごい生っぽい感じに撮ったよね。ございますっていうので大丈夫、収録じゃない収録じゃないです、本当に生です。なんだったらここで言ったことをやっちゃったっていい感じじゃないですか。あ、なんかじゃあ、うん、予言しとく、予言しときましょうよ、うん、緑川さんはトイレに行かない。まあ生だからな。生ですしね、生ですしね、それはさすがにハードル高いですしね、うん、今日言ったことが、今言ったことがもうコンプリート、数十時間後にされたらコンプリート早いだろうってことになっちゃいます。あ、でも生だとドキドキするかもね。やる気でいくの。ダメだよ、ダメだよ、気をつけながらやっていきたいと思うんですけれども、はい、はい、出演はですね、タミヤス・トモエ、そして若林直美、この3人ですね、はい、そしてこのスタジオから、うん、このような感じでお届けしたいと思っているわけなんで、うん、はあ、ここが生放送でどんな風になっていくかっていうことなんですけれども、うんうん、じゃあもうこのスタジオのこの状況でこんな感じで撮ってます感で出していきますか。あー、いつなんかこうラジオのこの雰囲気も持ち込みつつ、うん、みたいなね、みたいなね、そうそう、でもあれでしょ、せっかくのそのね、全体放送の前日だから何かこう特別なことなんかもやっていくわけなんでしょ。ああ、どういうことなんですかね、初出し情報があったりなかったり。ああ、するね、まあ、とりあえず見るとラッキーなことがあると思います。ラッキーなことですね、うん、緑川さんがヘリコプターでね、バラ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 、それ言って、これ言っちゃダメでした。いや、そこで何かするような空気出さない。建物の地下でしょ、ここ。あ、言っちゃったかな。地下でしょ、来ても分かんないでしょ。あ、そっかそっか、そうね。あ、せっかく用意したのにな。本当に本当なの。バカちゃんがすごいスリットの奥まで入ったセクシーな衣装で現れたりするの。なんでそれ。あー、もう言っちゃったよ。もう露出であげるしかなくなった。もうしねえ。しないの。楽しみですね。皆さんもぜひ楽しみ、楽しんでいただけたらと思ってます、うん、はい、で、次週からはですね、うん、皆さんのメールを紹介してコーナーもスタートしていきます、はい、普通だったらまあここで簡単にさっき言ったことをおさらいして、うん、よろしくねって言うんですけれども、はい、うん、めんどくさいんでしません。いや、知りたかったら、うん、ホームページにも書いてあるし、うん、もう一回聞け、これ。そうですね。ちょっと数分前にも。そう。ちょっとチュチュってやれば戻るか。たやすく戻れます。たやすく。とりあえずね、やっぱり皆さんの楽しいメールがあってこそ、やっぱ番組も盛り上がると思いますんで、うん、ぜひぜひ待ってますね。よろしくお願いしますね。お願いします。まあとりあえず頑張っていきましょう。はい。まあ、アニメもきっといいクオリティに出来上がってると思いますし、はい、まあ、それに負けないようにラジオも盛り上がっていきましょう。何倍も何倍も、頑張るぞ。はい、そんなわけでお相手は夏目恭輔役の緑川光と、夏目凛役の民安智恵と、直美久留彦役の岡林直美でした。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響き
W コミュニケーションズの提供でお送りいたしました。